浜ゆっこです。ひでぐです。今日はイデアビザプリペイドカードを紹介します。のまき、はい、では早速紹介するんですけど、今日なんか黒いですね僕ら。黒いたまたまなんか黒くなりました。黒ずくめの集団はい、では今日はですね、4月27日に開始したイデアというサービスを紹介します。 IDARE と書いてイデアと読みます。このサービスはビザプリペイドカードが発行できるサービスになります。オリコと読み方が違うかもしれないんですけど、 FIVOT って書いてフィボットですかね。フィボットが提携して作られたサービスです。まあ、オリコってね、まあ、聞いたことある人も結構いると思うんですけど、まあ、あのオリコが作っているサービスってことなので安心できるかなと思います。それではイデアについて詳しく説明していきます。イデアはですね、バーチャルカードとリアルカードが発行できます。キャッシュみたいなサービスです。で、このイデアのサービスを使うためにはまずはアプリを取る必要があります。アプリなんですけど、今現在 iPhone のみの対応となっています。ただ Android 版も今後対応予定となっているので、 Android の方はしばらくお待ちください。アプリを取ると会員登録をするんですけど、会員登録が終わるとバーチャルカードが発行されています。このバーチャルカードにチャージして使っていきます。で、こちらがイデアのアプリなんですけど、ここにあるチャージボタンからチャージしていきます。チャージ方法は現金、クレジットカードから、そしてスマートカバー機能というのがあります。現金をチャージする場合は今のところセブン銀行 ATM からのみとなっています。将来的にコンビニからとか他の銀行 ATM からもチャージできるようになるみたいです。クレジットカードからのチャージは本人確認が完了しないとできないです。今僕は本人確認中なので、このような画面になっていてクレジットカードの登録ができません。スマートカバー機能についてですが、こちらの機能をオンにすると一定金額の範囲まで残高が足りなくてもそのまま使えるみたいです。つまりお金を貸してもらえる機能ですかね。しかもこちら手数料が一切かからないらしいです。ということはつまり金利がゼロってことなんですかね。なんか手数料かからないとかだとお金を借りたまま放置する人とか出てきそうじゃないですか。なんか大丈夫なんかなってちょっと思いました、その辺を。で、僕はですね、お金は借りたくないのでこの機能はオフにしておこうかなと思います。ちなみにこちらも本人確認完了後にオンにできます。イデアにはですね、他に送金機能、お金を借りる機能、そして金利がつく機能があります。まずは送金なんですけど、送金はこちらのトランザクションというところから送金できます。お金を借りる機能はこちらのラダーという機能になります。先ほどのスマートカバー機能とは違って、足りない金額を少し補ってもらうとかではなく、もっと大きな金額を融資してもらう機能になります。金額と毎月の返済プランを決めたらお金を貸してもらえるみたいです。この機能に関しては金利が発生します。僕はもちろんこの機能を使うつもりはありません。そして金利がもらえる機能ですけど、保有額に対して金利がもらえます。これはこのゴールという機能になります。ウォレットにチャージした残高とは別のゴールにある保有額というところにある金額に対して年間 2% の金利がつきます。ゴールの保有額にお金を入れる方法がちょっと変わっていて、支払ったお釣りの端数が自動的にここの保有額に入っていきます。そうやって貯まった保有額に対して年間で 2% の金利がもらえるというわけです。で、このもらえる金利なんですけど、ボーナスという形でもらえて、ウォレットの残高に移動することで決済で使えるようになります。ボーナスの付与は毎月行われます。もらえるボーナスの計算方法は年利 2% なので、保有額に 2% をかけてそれを12で割った金額が毎月ボーナスとしてもらえます。注意事項としては、付与されるボーナスには上限があります。それは当月チャージした金額の 20% が上限となっています。なのでチャージをせずにほったらかしにしておいても金利はつかないということになります。つまり普通に使っている人だけに金利をつけていきますよっていうことですね。あとボーナス付与で残高上限を超える場合は超える分のボーナスはもらえないみたいです。ここでいう残高はイデア全体で自分が持っている残高になるかと思います。ちなみにその上限っていうのがこちらで、 KYC というのが本人確認済みということですね。で、本人確認済みだと100万円、このノン KYC というのが
本人確認が完了してないっていう意味で、それが10万円までということになります。そして冒頭でも言いましたが、リアルカードも発行できます。バーチャルカードだけだと Amazon ギフトとかオンライン決済で買えるものしか使うことができないんですけど、リアルカードがあるとビザが使えるところだったらどこでも使えます。リアルカードのデザインが2種類ありまして、まずはこちらのカラフルなデザイン、そしてこちらの黒のデザインになります。どうでしょう、なかなかかっこよくないですか？かっこいいですね。いいですよね。いい。ちなみに浜ゆく子はどっちがいいですか？カラフル派です。ああ、僕は黒がいいですね。おお、分かれましたね。分かりましたね。これ欲しいですね、うん、欲しい。ただこちらのリアルカードの発行には900円かかります。おお。そうなんです。なんで見た目がかっこいいので欲しいんですけど、今のところ僕はイデアを使っていこうって思えるほどのお得さを感じてないので、まあ僕はリアルカードは今のところは発行しないつもりです。今後何かね、キャンペーンとかお得なサービスとか始まれば発行するかもしれません。バーチャルカードとリアルカードの詳細を説明したいと思います。リアルカードは本人確認が必要で、発行手数料が900円かかります。発行手数料に関しては先ほども言いましたね、年会費はどちらも無料で、有効期限がどちらも5年となっています。そして本人確認が完了しているかどうかで、決済上限、送金上限、残高上限が違ってきます。本人確認が完了していたら、バーチャルカードとリアルカードのそれぞれの上限は同じです。今回はイデアというサービスを紹介したのですが、面白い機能がたくさんあるサービスだと思いました。バーチャルカードの発行までは無料でできるので、興味のある人はやってみてもいいかもしれません。もし僕がですよ、イデアを本格的に使っていくんだったら、キャッシュみたいな自動でチャージできるような機能は欲しいですかね。まだこちらはリリースされたばかりなので、今後に期待したいと思います。いや、キャッシュに続きイデアですか。プリペイドカード結構流行ってきましたね。ね、いろいろあるよね。うん、6グラムとかもあるしね。あ、そうだ ね。ミクシーさんが作ってるところ ね。うん、面白くなってきましたね。あれですね、お釣りに金利がつくってちょっと面白い機能ですね。面白いですね。うん、なかなかない新しい機能かなと思いました。ね、なんかキャッシュがね、なんかね、お釣りではないけど、チャージした金額に対して金利をつけるみたいなサービスやろうとしたよね。うーん、ただそれはね、なしになったんだけど。あ、そうなんだ、うん、そっかそっか、うん、やけん面もかっこいいのでね、いいなと思いつつも、ちょっと高いですね。まあ900円かかるからね、うん、なんかもっと圧倒的になんか使いたくなるような何かがあれば作るんですけどね。キャンペーンやってほしいですね。キャンペーン、そうですね、うん、うん、あと自動チャージはやっぱ欲しいな。うん、ないとめんどくさい。そうです、ね、ちょっとメインでバリバリ使っていくにはならんかな、それがないと、うん、ただオリコさんがやってるってことなので、安心感はすごいありますね。うん、ね、うん、有名どころですからね、うん、はい、というわけで今日はイデア紹介しました。浜ゆこと秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバーイ。バイバーイ。